ネバール君とスマホお化け。ある日、ネバール君は外へ一歩も出ずにスマホばっかりしてお友達とも遊びませんでした。それを見ていたお母さんは言いました。長い時間スマホで遊んでるとスマホお化けに取りつかれるわよ。お外で遊んできなさい。しかしネバール君はやったねバモーン。そんなネバール君、高いところにあるおやつを取ろうとしたとき、あれれれれ、首が重くて上を向けないねば、下しか向けないねばね、いてててて、ねば。そのとき後ろから声が聞こえました。スマホしようよ、下向いてればスマホはできるよ。なんとネバール君の後ろにスマホお化けが覆いかぶさっていました。お母さんがやってきて、一旦スマホを置いてストレッチをしましょう、そしてお外で目いっぱい遊ぶわよ、最後にお風呂で体を温めましょう。そう言ってネバール君と一緒にお風呂に入ってくれました。するとスマホお化けはみるみると消えていきました。ネバール君の首も軽くなって前や上を向けるようになりました。その日からネバール君はスマホばっかりしないでお友達とお外で元気いっぱい体を動かして遊ぶようになりましたとさ。おしまい。ネバネバ TV。 ネバール君とパナシオバケ。ネバール君はお出かけをするみたいです。あれれ、パジャマは脱ぎっぱなし、テレビはつけっぱなし、おもちゃは出しっぱなし、電気はつけっぱなし、大丈夫かな。パッパッパなし、パナパなし、パッパッパなし、パナパなし、オイラはパなし、おばけ。ネバール君がお出かけから帰ってくると靴は出っぱなし、ドアは開きっぱなし、服は脱ぎっぱなし、おもちゃは出しっぱなし、お風呂のお湯も流しっぱなし、コンロの火はつけっぱなし、お家はぐっちゃぐちゃ。な、な、な、なんだこりゃネバー。するとどこからともなく声が聞こえてきました。パッパッパなし、パナパなし、オイラはパなし、おばけー。ネバール君はつけっぱなしややりっぱなしが大好きみたいだからお家をパナシだらけにしてやったぜ。パッパッパなし、パナパなし。するとなんと二人は一緒に踊り始めました。パッパッパなし、パナパなし、パナシは楽で楽しいな。いてー、いてててて。パナシお化けは片付けていないおもちゃを踏んで怪我をしてしまいました。大丈夫ねばか、絆創膏をすぐ探すねば。しかし片付けていないお部屋からなかなか絆創膏は出てきません。ネバール君はお部屋を一生懸命片付けて絆創膏をパナシお化けに貼ってあげました。ネバール君ありがとな。パナシにしておくとお部屋が荒れて危ないんだな。今日から俺もパナさないぜ。そう言ってパナシお化けは消えていきました。それからネバール君は無駄な電気は消して、おもちゃはちゃんと片付けて、ドアはしっかり閉めて、何でもパナさないようになりましたとさ。おしまい。
くんとガヤガヤお化け。ネバールくんがお母さんと一緒に図書館へやってきました。わーい、たくさん本があるネバー、いっぱい絵本読んじゃうネバよ。ネバールくん、図書館では静かにしなきゃダメよ。なんでネバー、わっしょいわっしょい、楽しいネバよ。静かよりうるさい方が最高に楽しいネバね。そうかそうか、うるさい方が楽しいか。だったらお前はこっちに来た方が楽しめるんじゃないか。え、絵本から声が聞こえたネバ。さあこっちへ来るんだ。わーん、ここはどこネバ。ようこそガヤガヤ絵本の世界へ。俺はガヤガヤお化け。うるさいのが大好きなお前にはこの絵本の中がぴったりだ。ガヤガヤ絵本は楽しいぞ。どんなに大きな声で喋っても誰にも怒られないからな。わあ、それは最高に楽しいネバね。大好きな歌を大きな声で歌うネバ。ネバ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 ギブアップ。お、車も運転していいネバか。クラクション鳴らしちゃうネバよ。プッププパッパパッパパプー。普段こんなことしたら怒られるネバだからね。楽しいネバ。あ、お母さんがいたネバ。おーい、お母さん、お母さん、あれ、お母さん、どこ行っちゃうネバか。周りがうるさすぎてネバールくんの声がお母さんに届かないネバ。ネバールくん、ネバールくん、大丈夫？はっ、ガヤガヤお化けは、ガヤガヤお化けはどこネバ。ガヤガヤお化け、夢を見ていたのね。もうガヤガヤは嫌ネバ。図書館では静かにするネバだから。そうね、他に本を読んでる人たちの迷惑になるから図書館では静かにしましょうね。そしてその夜、さあネバールくん、今日は寝る前に読む絵本はこれにしようかしら。わっ、そうそうそう、その本はおしまい。ネバネバ TV、 ネバールくんの絵本読み聞かせ。頭臭いお化け。ネバールくんはお風呂に入っても何日も頭を洗いませんでした。ネバールくんのお母さんは言いました。頭洗いなさい、頭洗わないと頭臭いお化けが来るわよ。やったネバモン、頭洗わないネバー。次の日学校に行くと、みんなが鼻をつまんで、ネバールくんから逃げていきます。不思議に思ったネバールくんは、鏡を見ると、頭の上に、頭臭いお化けがいたのです。うりりりりりり、お前の頭は、臭くて居心地がいいなぁ。ネバールくんはびっくりして頭を大きく振って頭臭いお化けを振り落とそうとしましたが、頭臭いお化けは落ちません。無駄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 、お前の頭が臭いから絶対に離れないぞ。ネバールくんは泣きながらお家に帰ってお母さんに言いました。お母さんは急いで一緒にお風呂に入ってゴシ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 頭を洗ってくれました。すると頭はすっきり、とってもいい香り。頭臭いお化けは、おーご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 ー、頭がいい匂いになっちゃったよと飛び跳ねて頭から降りました。
また頭洗わなかったら頭に乗ってやるからな。待ってろよと言って帰っていきました。しかしそれからネバール君は毎日頭をゴシ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 洗うようになったので、頭臭いお化けが来ることはなくなりましたとさ。おしまい。